市に本店を置く第二地方銀行小松市店2020年時点現在の店舗の詳細は公式サイトの店舗一覧を参照なお昼休み休業を設定している店舗がある2017年10月1日から福井県内の金融機関で初めて T ポイントを利用したサービスを実施している給与振込の口座指定や住宅ローンの借り入れなどに応じて ポイントが付与されるシステムとなっている。ポイント付与には別途複法銀行のウェブサイトでの申請が必要となる。詳細は公式サイトの複法銀行 T ポイントを参照。県内に本店を置く金融機関同士及び北陸銀行であれば出勤入金とも終日無料になっている。提携県内及びた金融機関は次の通り福井銀行。 北陸銀行、福井県、JA バンク、越前信用金庫、福井信用金庫、鶴ヶ信用金庫、オバマ信用金庫。入金は、新金と福井銀行、JA は出金と残高紹介のみ。また、イオン銀行とも無料資金の提携をしている。預け入れはできない。また振込も可能だが、イオン銀行以外の金融機関宛ての振込の場合は、 振込手数料として220円がかかる。時間外手数料はかからない。が、取扱いが異なることと、両方とも24時間使えるわけではないことに注意。詳しくは、下記公式ページを参照。ローソン銀行 ATM といいネット ATM は2019年10月21日に、提携が開始され、利用可能時間は、 前日7時から23時で入金と残高紹介は無料、出勤は平日8時45分から18時は110円、それ以外の時間帯は220円である。これに伴い2019年11月11日にセブン銀行 ATM でも手数料の改定が行われ、入出勤すべて終日無料だったものが入金と残高紹介は無料、出勤は 平日8時45分から18時は110円。それ以外の時間帯は220円という手数料体系に改定された。ありがとうございます。